どうもたぶやんです。ドラゴンクエスト4続きやっていきたいと思います。さあ行こう。前回までのドラクエ4、こちら世界を巡って魔法の鍵を持ってね歩いております。現在地はこちら、アッテムトの北の島に来ております。今回の目的、北の島へ、そしてサントファイムにバルザックがいるという噂をつかんでおります。さあ今回はね、世界の西側を探索していこう。行くぞ。新たな敵もいるかもな。アリーナ、ミネア、マーニャ、ライアンで行きたいと思います。夜になったね。おー、ベンガル最男。ガンガン行こうぜ。で、大丈夫かマーニャ。みんな頑張れにしてる。ガンガン行こうぜ。で、行こう。ベンガル最男。あ、前回倒しましたね。トライアンのモロバの剣ね一撃で倒せないとこうなる。お、経験値多いじゃないか。いいね。ベホイミしとこうか。マーニャがちょっと食らってるね。クリフトはずっと馬車で休んで。おっと、村発見。あ、キラーアーマー。はじめまして。キラーアーマー来たよ。あっと、ベンガルマホトーンするんだね。出た、マーニャのメラミ。いいですね。ライアンもいいね。メラミいいですね。キラーアーマー倒しました。いいじゃない。チェックつけときましょう。さあ、村発見。まずはちょっとブライにラナルータしてもらおうか。昼間から行こう。子供、あ、子供ここは海辺の村だよ。お、海辺の村。早速マップに追加しようか。ここか。海辺の村ね。さあ情報収集しましょう。ここは時の流れより忘れ去られた名もない村じゃ。お前さんたち時の砂の伝説を知っておるか。いいえ、時の砂には時間を少しだけ戻す不思議な力があるというぞ。それは知ってます。時の砂、宿屋ちょっと一回泊まるか。じゃあラナルータしなくてよかったじゃんっていうねなんか大臣っぽい人がいるぞ。私たちの祖先は海賊でした。あ、そうなんだ。しかしある時陸に上がったそうです。世界のどこかの滝の奥深くに集めた宝を隠したまま、噂ではその宝の中には究極のはぐれメタルの剣があったそうです。はぐれメタルの剣。あ、小さなメダルやりました。メダルリスト。これだ。海辺の村、ここだったんだね。チェックつけましょう。これで128個メダル8個目。そして前回地図のね、左上か、ここガーデンブルクだよねって言ってたけど、スタンシアラだね。これ見て思い出した。スタンシアラ。さあ、他情報収集しようじゃないか。僕や。あ、ここにも三河市の服売ってる。魔法の方位、鉄の盾、鉄かぶっと。買っちゃおうかな、三河市の服。あー、鎖片びらからアリーナか。あとマーニャ、ピンクのレオタードより上なのかな、どうなんだろう。ブライ、あ、なるほどね。どうしようか。ブライ革の鎧か。まあアリーナに装備買いましょうかね。うちのチームではね大活躍だから。三河市の服買いました。守備力10アップです。いいじゃない。鎖片びらもう早速打っちゃおう。オッケー。武器鎧だね。鎧三河市の服チェックつけておきましょう。そしてなんだ、トゥードゥーリスト。これだ。三河市エンドールのね下の、はい、チェックつけておきましょう。 OK。 さあどんどん行こう。武器屋寝てるけど嘘でしょ。武器屋寝てる。起きてくださいよ武器屋さん。夜勤ですか？夜勤のタイプか。まったくうちの人ったら寝てばっかりいて、夜に働くタイプだねこの人は。話があるなら夜に来てくんなか。オッケー。道具のことにはとても詳しいんです。あ、時の砂のことってことだね。時の砂のこと夜に聞こうか。 OK。 まあアイテムも持っておきたいアイテムだよね時の砂。昔この村にあった乾きの石は滝の流れさえも止めたんだって。乾きの石。ここは海賊だった祖先のお墓。海で死んだ者たちのようにこのお墓もまた夜になると海に沈んでしまいますわ。あ、そうなんだ。道引きがあるんだね。海辺の村、なんか謎がありそうだね。乾きの石と時の砂、なんか落ちてそう。ないか。じゃあブライ先生にラナルーターやってもらおう。便利だね。さあ夜の探索始めましょうか。この人は同じことしか言わないかな。知ってますよ。さっきお昼にあなたから聞きました。あ、あそこか。乾きの石がある場所。宿屋のカウンターから2つ下の2つ。そういうことね。乾きの石、オーケー。あそこを調べればいいんだな。砂浜も沈んでしまうのに乾いてるっていうね。嘘でしょ。武器屋一切働かねえじゃん。どうしたの？なんで？24時間寝てるじゃんこの主人よ。どうした？え？働く気ねえじゃん。道具屋の主人に話聞こうか。時の砂について聞きたいってのはあんたかい？はい。あれは祖先たちが戦いの時使ったらしいぜ。今の攻撃は失敗だったな。てな時に使えば時間が戻せるってわけだ。まあ、どうしてもってわけじゃないけど、持っていれば心強いかもな。メタルスライム戦で、ねえ、主人公が持ってればいいかもね。道具に詳しい。てなことで、ラナルータ。主人の話し方が映ってしまったね。乾きの砂の場所は分かったぜ。カウンターから2つ下12でこの辺りかな。違う、ここか。乾きの石ゲットしました。でどこで使うかっていうことだよね。気になるのはこの武器屋だよね嘘でしょ。なんで働かないのあの人は。あ、匂い袋売ってる。ちょっとトルネコに調べてもらおう。匂い袋。なんだ匂い袋。魔物たちが喜びそうな匂いを出すらしい。でも一度使ったらなくなってしまうらしい。あー、だからレベル上げるときにいいかもね、匂い袋。っていうか1個持ってるとちょっとまずいんじゃないのこれレベル上げの時にちょっと使おうかね。えちょっとどっかにメモっといた方がいいな。匂い袋の売ってる場所。はい、匂い袋、海辺の村、ショップリストというのを作ってね、書いておきました。まあ、繰り返し、通うアイテムとか、書いておきましょうかね。さあ、せっかくなんで使ってみるか。めちゃくちゃ出てくるんじゃないの。匂い袋！倒したことあるね。オッケー。敵さんいらっしゃいと。ベホマスライム出てこいよ。さあ、そしてスタンシアラね、向かいましょうかね。ワールドマップレベルアップです。海辺の村からね、サラン通り越してまずはスタンシアラ行こう。マーニャレベルアップ、素早さ3ポイント、体力3ポイント、賢さ4ポイント、運の良さ4ポイント、HP6 ポイント、MP9 ポイント。おお、マーニャも成長期来たね。ちょっと待って、船がない船がないぞ。あと、海辺の村、ルーラできるからね。どうなんだろう。ちょっと回復しとこう。毎回スタメンを入れ替える方式。ちょっとここらで入れ替えますかね。えアリーナ、あ、ちょっと待ってね、音楽変えたいな。じゃあどうしよう。2章3章トルネコの音楽に変わるのかな。ちょっとやってみようか。トルネコアリーナクリフトブライ変わりました。いいですね現在の攻撃力守備力こんな感じ。最大ヒットポイント、やっとトルネコもヒットポイント100になりましたか。アリーナだけズバ抜けてるんだよね。いいね。音楽がいいね。あ、宝箱力の種。これトルネコ効果かもね。戦闘トルネコっていうのはいいかもね。まあちょっとね、タブヤン勇者も見てないことなんで、トルネコ食べちゃえ。そして匂い袋の効果。あ、ちょっとルーラーできるか確認するね。ないですね、海辺の村ね。はい、ということで、船に戻りたいと思います。やっと船まで戻りましたぞ。クリフトとライアンレベル上がりました。クリフトザキ覚えました。これザキ効かない相手にもどんどんザキするんじゃないの、このAI がね。怖いよね。あ、匂い袋の効果なくなったのかな。全然海的で出てこないね。さあ、そしてここも初めての島だよね。まあ敵は、新たな敵はまだ出てきてないですね、先ほどから。あ、ザキ効くんかい最男にザキ効くのか。いや、この4人なかなかいいね。いいですよ。まあ、この島もクリフトのザキ結構効くなMP なくなったらね、骨は拾ってやるぞ、クリフト。レベルアップです。勇者タフヤン、体力3ポイント、運の良さ3ポイント、 HP6 ポイント、 MP6 ポイント。この第3章の音楽いいよね。あ、首長竜エビルアングラーはたかったことあるね。狙ってるのは突撃魚とトドマンですね。この3枚目を終わらせたいよね来い突撃魚トドマン。あ、村があれがサランの町かな、これね。もう寄っていくか。ああ、サランじゃないか、これ。あ、サランだよね。どうしようか。スタンシアラ行きたいけど、寄ってみるか。あ、宿やね。はい、行きましょう。誰もいないはずだったよね。サランの町は人があれなのか。ちょっと待ってね。あと、せっかくなんでアリーナたちに交代したいと思います。ここはね、アリーナ、クリフト、ブライ、まあ一応勇者もついていくか。このメンバーでいこう。防具屋さん、ああ昔懐かしい防具のままだね。ここはサラン、かつてはサントハイムの城下町でした。かつてはって言ってるね。さあ、魔法の鍵使えるとこないか調べながら。久しぶりに戻りましたね、地元に。アリーナたち、武器は当時のままですね。かつて知る人、なんか歌う人いたよね。私はブランカの国より参った旅の尼でございます。かの地ブランカでは木こりの若者に恋をした天女がいたとか、天女とは天空を住処とする女。しかし天空に人など住んでいるのでしょうか。どうなんだろうね。ドラクエ天空シリーズって言われてるからねいるんじゃないですか。お告げ聞いとこうか。アリーナ3000、クリフト5000、ゴライ3000、アブヤン6000。結構5000、6000いるようになったんだね。レベル上がるのにちょっとセーブしておきますね。祈っておきましょう。さあ情報収集。このシスターを慰めてやりたいけどよ、俺は口下手だしマローニみたいに歌もうまくねえ。やるせねえぜ。気持ちさえあればシクシク。あの優しい王様もサントハイムの人たちも今はもういないのですね。神隠しにあったんだね。第2章の最後ね。私は詩人のマローニです。青い空と流れる雲たちららら。そういえばアリーナ姫様は人々の消えた原因を探るためデスピサロとかいう男を追っているとか。本人ですようん、ということで情報は変わってなさそうだね。鍵使いそうなとこ ありました。ここだ。ここ初めて来る。おお、離れのね。わ、なんか旅の扉ありそうな予感。おっと、お店屋さん。あ、毒針発見。念願の毒針、ここに売ってたか。威力の杖、バトルアックス。おー、買いたいね。後で買いましょう。いらないものを売ったらどうかな。手持ちには薬草ぐらいしかないか。あ、覇者の剣売るライアンの、いやー、ちょっとなー。ライアンもう元に戻れないよ、モルバの剣から。ちょっと残しとこうか、さすがに。はい、ということで、後で買いに行きたいと思います。その昔、サントハイムの歴代の王様は未来を知ることができたとか。だとすれば、今の王様にもそういう力があったのかもしれませんな。どっかにこう、みんな逃げ隠れたんじゃないの？おお、こっちにも結構あるね。こんにちは。王様がまだ子供の頃じゃ。夜中うなされて起きたと思ったら王様がわしにせがむんじゃよ。僕の娘が困っているから立て札を立てておくれよってな。さあどこに立てたかなんて書いたかまでは覚えておらんの。あ、あの北側の立て札だよね。みんながどこに行ったかの情報あるのかな、あそこに。うちのおじいちゃんは若い頃サントハイムの王様のしつけ係だったのよ。それだけが自慢で。小さなメダルないかよし、じゃああの立て札行こうか。なんかないかな。盗賊の花が珍しい。あ、ワンちゃんがここにいるから通れることがわかるのか。ワクワクするな、あの立て札。お空のずっと上には天空のお城があって竜の神様が住んでるんだって。竜の神様はとても強くて大昔地獄の帝王を闇に封じ込めたくらいなんだ。天空のお城のことは北の海のスタンシアラの人々が詳しいと思うよ。あー、スタンシアラにつながる情報か。っていうかサントハイムのみんなはどこに行ったんだ。一応行ってみましょう。ットハイム。魔法の鍵使えるかな。敵がいる。キキ、ここサントハイムの城は俺たち魔物がいただいた。この城の王はバルザック様だ。これボス戦かバルザック戦。キキ、俺様は腹が減ってるのだ。なんせバルザックのやつがこき使うものだからな。恨むならバルザックを恨め。おっと、ミニデーモン。嘘でしょ。言い換えできないから作戦ガンガンいこうぜ。私に任せろ。ラリフォーマバイキルトいいね。まで眠らしたぜ。ザキかよ。さすがガンガン行こうぜ。ミニデーモン倒しましたっていうか、初めましてだったね。ミニデーモン撃破しました。うわー、このタイミングでバルザック下に書いてあるからね。いやでもバルザックはねえ、なんかこの魂いるよ。バルザック様の命令で宝を守っている。立ち去れー。バルザックを倒したらこれ宝箱取れる。敵出てくんのここ。嘘でしょ。資料使い。ここダンジョンだったんだ。使い宝箱鉄の爪いらない。でもこれを打って毒針が買える。ミステリードール。ラリフォーマー。ラリフォーマーするほどの敵じゃなかったね。900ゴールドゲット。お金稼ぎたいよね。おっと、ミステリードール。しかもしびれてるやついるし。バルザック戦誰にしようかな。4人パーティー900ゴールド連発すごいね。ここは第2章で調べてるはずだけどね。バルザックは何なんだろう。玉座に座ってんのかな。まあでも父の敵討ちだからミネヤとマーニャはちょっと外せないよね。レベルアップです。トルネコ HP4 ポイント。成長率がね低いよね。で主人公タブヤンも連れていくか。あと一人を誰にするかだね。ここにいるのかな。ちょっと下見しようか。ロケハン。お、いるね。こいつはバルザックのやついい気になりやがって。エスピサロ様の命令じゃなきゃあんなやつのもとで働きゃしないのに。キッキカリスマ性ないな。一旦戻りましょう。さあ一旦戻って買い物をしてきました。まずはマーニャ毒針装備です。攻撃力ゼロかな。それからブライ同じく毒針でございます。あとね4章の音楽いいですね。そしてタブヤンの鉄仮面買いました。昨日帽子だったんだね。おお、80から98、19守備力アップ。これはすごい。全員の攻撃力こんな感じということで、今回はここで区切りたいと思います。次回待ってろバルザック。それではまた、さよなら。